What's going on, everyone? It's Adam here from Adam's Nintendo World and GamesReviews.com with episode 3 of Famicom Detective Club, The Missing Heir. In episode 1, we kind of broke into this mystery. We found out we lost our memories and that we were investigating the mysterious death of a chairwoman and the mystery that kind of surrounded her family and who might have maybe done it to get a hold of all the money and things like that. In the second episode, which was chapters 3 and 4, we uncovered a murder in the home of one of the relatives of the deceased chairwoman, and so that put a whole new twist on the mystery. We're now into episode 3. This will be chapters 5 and 6. This is a commentary-free run. I think the Japanese voice acting and emotions are very well done, and the actors and actresses really actually bring this story to life. So, you're going to enjoy the Japanese audio with the English subtexts, and we'll play through this one. Yuigon Kokai Chokugo ni Totsuzen no shi o togeta Ayashiro Kiku no chousa chuu ni Kiku no oi no Kanji ga korosare Kanji no musuko Akira ga shimei tehai sareta Ayumi no chousa niyoreba sono Akira wa最近借金を返済し、自分が未来の社長だと嘘吹いていたようだ。アキラを車に乗せていたという男の正体は不明なままだが、アキラとは不釣り合いな3、40代の男性だったらしい。用心山で僕を待っていたのは変わり果てた林野次郎の遺体だった。まずい、次郎さんが。おいおい君、勝手に入ってきてもらっちゃ困るよ。なんだ、よく見たら宇津木さんのところの探偵君か。分かっているだろうけど、現場は荒らさないでくれよ。それと今熊田先生が検視をしているから邪魔しないように。分かりました。見るからに自殺だね。詳しいことは熊田先生に聞いてくれよ。見るからに自殺だね。自殺の可能性は高そうだけど、現場で遺書らしきものは見つかっていないようだね。幹事さんが殺された現場でも出会った警官だ。やけに眠った縄の結び方だ。二重三重にくくってある。恐ろしい競争だ。次郎さんが用意したものだ。熊田先生。お、君か。見ての通り大変なことじゃ。見た限りでは首吊りによる窒息じゃな。
死亡推定時刻はいつくらいですか？昨夜0時から1時頃じゃな。発見者は今朝散歩にやってきた前蔵じゃ。幹事さんに続いてまた前蔵さんは大丈夫だろうか？見ての通りじゃ。熊田先生、ロープが気になりませんか？そういえばロープの締め方にえらく念が入っておるようじゃ。確実に死にたかったのかのう。前蔵に話があるか。今は屋敷におるようじゃぞ。前蔵さんにもはご遺体発見時の状況を聞いておきたいんですが。屋敷の門に用があるなら声をかけてきてやる。わしは病院へ戻るから、そのついでじゃ。すいません、助かります。熊田先生が戻っていった後、しばらくして善蔵さんと梓さんが現場にやってきた。次郎様が。すみません、そちらに伺いもせず、一刻も早く現場を確認しておきたかったので。なぜこのような不幸なことばかりが綾代家に。善蔵さん、次郎さんを最初に発見されたのはあなたなんですね。はい、さようです。あの時は驚いて声も出ませんでした。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？昨夜は早く休みましたが。次郎さんについて何か気がついたことはありませんか？実は昨夜次郎様が屋敷にいらっしゃいました。そうだ、次郎さんは普段屋敷にはいないんだった。忘れ物を探しに戻られた次郎様は容疑も晴れ、ほっとされておられましたのに。探し物は見つからなかったようですが。なぜこのようなことに。幹事兄さんの次に次郎まで、一体どうなってるのよ。あの次郎が自殺だなんて、とんだお笑いよ。自殺なんてするもんですか。つまり次郎さんは誰かに殺されたと。知らないわよそんなこと。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？何よ、あなたに言う必要はないわ。幹事兄さんも次郎もアキラが殺したのよ。今度は私を狙ってるんだわ。アキラさんには次郎さんやあなたを殺す理由があるんですか？あいつの考えてることなんて分かるはずないじゃない。そのアキラさんと会っていたという人のことですが。何よ、あなたに言う必要はないわ。
かに怯えているよ。どうして死んだのかな。念のための確認です。教えてください。昨夜の0時から1時頃はどうされてました。屋敷にいたわよ。屋敷にいたって言ってるでしょ。不愉快だわ。もう話すことなんて何もないわ。あかねさんが来てる。なんだね、邪魔はしない。君も大変だね。なぜこのようなことに。ゆうべは、あ、そうそう、そういえば次郎様がお帰りになられる前、神田様からの電話を茜が取り継ぎました。神田弁護士から次郎さんに電話。間違いないか、茜さんに確認してみよう。茜さんはどちらに。茜でしたら屋敷におります。あ、じゃあ話を聞いてきます。警察の方が私にお話があるとのことですので、今しばらくこちらにおります。ご案内もできず申し訳ございません。いえ、気にしないでください。茜さん。あの次郎様が。ええ、そのことでお話を聞かせていただけますか。はい。昨夜神田弁護士から次郎さんへ電話があったんですか。確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。その電話の後、次郎さんは帰っていったんですね。そうです。次郎さんの死亡推定時刻は0時から1時。となるとこれは神田弁護士に会ってみる必要がありそうだ。昨夜の0時から1時頃はどうされてました。次郎様が帰られた少し後に、あずさ様も出かけられたので、一応戸締まりして一人で部屋にいました。あずささんは屋敷にいたと言っていたが。もしもし、僕は宇津木探偵事務所の探偵ですが、神田先生はいらっしゃいますか。神田はただいま不在ですが。あ、そうですか。ではちょっとお聞きしたいのですが、昨夜綾代次郎という人が来られませんでしたか。来客ならございましたが、その方かどうかは。
実は。え、その方が自殺？はい。ですので神田先生が何か事情をご存知でないかと思いまして。あの、秘書の私でよろしければお話を伺いますので、こちらにいらっしゃってください。わかりました、伺います。すみません。はい。先ほどお電話しました宇津木探偵事務所の者です。お待ちしておりました。どうぞ奥にお入りください。改めまして、神田の秘書を務めております医師の玲子と申します。よろしくお願いします。綾代家の事件については報道されている以上は存じません。昨夜ここを訪れた人がいたんですね。確かに男の方が先生と一緒にお見えになり、しばらく奥の部屋で話し込んでおられました。自殺されたというのはその方なんですか？ここに来た男性がいたことははっきりしたが、それが次郎さんかまでは断定できないな。神田先生はどういった方なんですか？お若いのにとても優秀な方です。まだ30代だったと思いますよ。とても仕事熱心な先生は常に真摯に仕事に向き合われる方です。先日も以前担当された事件のファイルを熱心に見ておられました。そういう時の先生には近寄りがたいものさえ感じます。過去の事件ファイルは厳重に保管されております。綾代家の事件については報道されている以上は存じません。勝手に触られては困ります。すみません。話でしたら私が伺います。勝手に触られては困ります。すみません。この人を見たことはありませんか？さあ、会ったことのあるような気もしますけれど、昨日いらっしゃった方の写真でもあればお役に立てるんでしょうけど。次郎さんの写真か。どこかで手に入らないかな。お帰りなさいませ。そういえば、ゆうべ次郎様はお忘れになった免許証を探しておられました。善蔵さんが言ってた次郎さんの忘れ物というのは免許証だったんだな。その時は結局見つからなくて、そして先ほどソファーの下に落ちていたのを私が見つけました。今となってはもう
ちらが次郎様の免許証です。お役に立つかもしれません。お持ちください。ありがとうございます。確かにお預かりします。今は亡き怪代次郎の免許証だ。あの不機嫌そうな表情のままで写っている。今は亡き怪代次郎の免許証だ。失礼します。神田は外出中ですので、お話は私が伺います。昨夜訪ねてきたのはこの人ですか？確かにこの方です。昨日お見えになったのは、ああ、この方が怪代商事の専務さんでしたか。でもあの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。お二人はかなり長く話をされた後、一緒に出かけられました。お話が弾んでいたようで、灰皿がすり殻でいっぱいでしたよ。あの後自殺されただなんて、ちょっと考えられないご様子でした。怪代家の事件については報道されている以上は存じません。あの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。過去の事件ファイルは厳重に保管されております。とても仕事熱心な先生は常に真摯に仕事に向き合われる方です。ただいま出張中です。怪代家の事件については報道され、昨日お見えになったのは確かにこの、何をするんですか？あ、はい、ありがとうございました。これで失礼します。昨夜の次郎さんは自殺するようには見えなかったわけか。怪代家でまた人が死んだ。たたりじゃ。ああ、探偵さん。今度は何のご用です？この免許証の人なんてさ。その人でしょ？明神山で自殺したのは。そうです。この人について何か心当たりはありませんか？さあ、わかりませんね。特に何もありませんね。
村の人に聞いてくださいよ。あんたまだおったんか。あれほど言うたのに。この免許証の男性なんですが、あんた本気でその人が自殺したと思うとるんか。この人は自殺なんかじゃねえ。確かに次郎さんの死因が自殺だとまだ決まったわけじゃないが、そういえばそろそろ次郎さんの検視結果が出てるんじゃないかな。熊田先生こんにちは、お邪魔します。ああ君か。たった今警察から連絡があったぞ。次郎の検視結果が出たそうじゃ。でどうだったんです。やはりただの自殺じゃと。何か悩み事でもあったんじゃろう。でも次郎さんには直前まで全く自殺するような素振りはなかったようですよ。幹事さん殺しの容疑も晴れて、これから綾代少女を動かしていけるというのに、あまりにも不自然だと思いませんか。確かにそうじゃが、次郎の免許証がどうしたんじゃ。見せられても取り立てて話すことはないの。いや、取り立てて話すことはないの。ところで熊田す、熊田先生考え込んじゃった。もう何を聞いても無駄みたいだ。お帰りなさいませ。どうぞ中へお入りください。何か分かりましたか。そういえばあずささんはどちらに。姿が見えませんが。それが出て行かれたきりお戻りにならないのです。当分ここにいるとおっしゃってましたのに。ここ最近はずっと部屋にこもっていらっしゃる様子でしたが、急にいなくなられて心配。あの日茜が土蔵の近くでお見かけしたきり、いらっしゃってどこへ行ってしまわれたのやら。鍵は私が持っております。銅像の奥の扉のことでしたら私にはちょっと分かりかねますが。和人様は菊様の子供ではありませんが、法律的には綾代家の人間と認められます。あ、和人様も
遺産相続には関係があるのではありませんか。それは次郎様の免許証では。どうしてあなた様が。茜さんからお借りしたんです。次郎さんが屋敷を出て行ってから見つけたと。そうでしたか。あの時すでに次郎様は決意をしていらっしゃったのでしょうか。いろんなことが続いたせいか、茜は暇を欲しいと言って実家へ帰ってしまいました。そうですか。無理もないですね。申し訳ございません。お話の途中ですが少し疲れました。あ、すみません。今日はこれでおいとまします。はい、お気をつけてお帰りください。茜さんだけじゃなく善蔵さんも参っているようだ。口数も少なくなっていたし。帰りなさい。何か分かったの？あら、なんだか元気ないわね。何かあったの？思ったように調査が進まなくて。私の調査だけど、結局アキラと一緒にいた男が誰なのかは分からなかったの。どうもここ最近のアキラの足取りがつかめないのよ。指名手配される以前からね。そっか。アキラはあまり収穫はなかったようだけど、今日は勝ったことを整理して推理してみましょう。ジロは自殺の直前まで神田と会っていたようだ。関係者が相次いで消えていく綾代家。次郎は自殺ですって？本当に？あゆみちゃんもやっぱりおかしいと思うかい？綾代少女を手に入れた矢先に自殺だなんて。もちろん人知れず悩んでいることだってあるでしょうけど、でも、あ、ごめんなさい、推理の途中だったわね。続けてちょうだい。ユリの異母兄弟である綾代和人、彼もまた綾代家の血を引く人物だ。和人は何らかの形で事件に関わりがあるのでは。ねえ、今度は私何を調査しようかしら。ん？どうしたの？あゆみちゃん、これを。ん？次郎の免許証？そっか、アキラと会っていたのは次郎かもしれないっていうのね。わかったわ、調べてくる。これちょっと借りるね。うん、明日から調査を頼むよ。任せて。あなたは明日はどうするの？やっぱり明神村で聞き込みを続けるよ。
綾代和人のことが何かもっとわかるかもしれないし。おはよう。じゃあ私は調査に行ってくるわね。うん、頼むよ。僕も早速明神村に行ってみる。ここに来るのも何回目なんだろう。村の人たちが集まってるけど、また何かあったのか。見たんじゃ。わしゃ菊さんを見てしもうた。本当だで。わしもゆんべこの目で見た。あれは絶対菊さんじゃ。菊さんがよみがえったのじゃ。たたりじゃ。あ、怪しろけどたたりじゃ。菊さんがやってくる。菊さんがやってくる。恐ろしいや。菊さんがよみがえったのじゃ。たたりじゃ。菊さんがやってくる。あなたですか。村人たちの様子が変なんです。菊さんを見たっていう人が急に増えちゃってるんですけど。菊さんを見たってどういうことですか。そのままですよ。蘇った菊さんを見たって大勢の人が言ってるんです。不思議なことに、菊さんを見たっていうのが大体同じような時間なんです。一体何を見たんでしょう。まさか本当に怖いことを考えてしまった。いや、そんなわけが。そうそう、熊田先生がさっき血相を変えて電車でどこかへ行かれましたけど、また何かあったんですか。先生、村を出てどこに行ったんだろう。求心の札がかかってる。熊田先生がどこかに出かけているからか。先生がどこに行ったのか聞いてみよう。すみません。今日は求人ですよ。あら、探偵さん。あいにくですけど、熊田先生はいらっしゃいません。何かずっと考え込んでいたかと思うと、行き先も告げずに飛び出て行かれました。やだ、怖い。って言うと思いました。私そういうの平気なんです。村の人たちの様子が変なんですよ。ここで騒がれるのは困るんですけど。菊さんがやってくる。
間違いねえ。伝説は本当じゃった。キクさんの墓はきっと空っぽじゃ。そんなバカな。でも村の人たちは何かを見たようだけど。キクさんは墓から蘇って夜な夜なさまようとるのじゃ。墓を掘り起こせばはっきりするの。あんたからも住職に駆け寄ってくれんか。元春さん、こんにちは。おお、あんたか。どうされたんじゃ。よみがえった菊さんの姿を見たと言って村は大騒ぎですが。何バカを言っとるのじゃ。そんなバカなこと言っとらんで、あんたももう帰りなさいよ。死んだ者が蘇るなどとんでもない伝説じゃ。そんなバカなこと言っとらんで、あんたももう帰りなさいよ。元春さん、なんだか変だな。何か落ち着かない様子だな。いい加減にせんか。墓に触るなと何度言わせるんじゃ。元春さん、村の人たちが話していることなんですが。すまんが、今日はもう帰ってくれんか。こら、何をする。墓を暴くなどという罰当たりなことは絶対にならんぞ。もちろんそんなことはしませんよ。前に会った時、元春さんの様子がおかしかったような。元春さん、綾代和人という名前をご存知ですか。その名をどこで。綾代ゆりさんの弟だという人です。ご存知なんですね。すまんが、今日はもう帰ってくれんか。予算か。調べたってもう血の跡などついて。しまった。血の跡。義士さん、一体何の話です。義士さん、話してください。血の跡とは何のことですか。実はこの間墓石を調べてみて気づいたんじゃ。墓石のてっぺんが動かされたようじゃと。
おまけにそこには血のようなものがついとったんじゃ。ちょうど幹事さんとやらが殺される少し前じゃったし、これ以上騒ぎになってもいかんと思って黙っておったんじゃが、もちろんわしは菊さんがよみがえったなどとは思っとらんぞ。それだけじゃ。他には何も。銀次さん、失礼ですが、まだ何か隠していませんか？え？あんたは何もかもお見通しということじゃな。実はこんなものが落ちとったんじゃ。これは手鏡？かなり古いものですね。裏を見てみなされ。手鏡の裏には奇妙な絵が描かれていた。中央に皮脂の印が、そして向かって右に鳥、左にウサギ。何のことでしょうかこれ。さあのう、動物はそれぞれ方角を表しているようじゃが、これは一体。ここから崖に通じている坂の途中に落ちとったんじゃ。よく見てみ。おや、怪しろけの家紋がある。そうなんじゃ。こんなものが落ちてたと言ったら村人たちが何を言い出すやら。昨日も墓を暴いてみようという村人を叱りつけてやったところなんじゃ。これ預からせてもらっていいでしょうか。構わんとも。確かあんたは探偵じゃったな。何かの手がかりになればよいが。妙な隠し立てしてすまんかったの。あんたにいろいろと話したいのは山々なのじゃが、これからちょっと用事があるんじゃよ。あとでまた来てくれんかの。わかりました。ありがとうございます。おはようございます。どうぞ中へ。お疲れ様です。何か分かりましたか？それは、その手鏡は。you
それはその手鏡は。それは菊様が愛用されていた手鏡で、茜が確かに菊様を埋葬するときに棺の中に入れたものです。間違いありません。一体それはどこに。神楽寺の源信さんが拾ったそうです。それをお借りしてきました。ではもしや昨夜のあれは。私昨夜はご承知の通り早く休みました。うと玄関の方で物音がしまして目が覚めました。あずさ様かと思ってすぐに出たのですが、もう誰も。信じられない話だが、この善蔵さんの怯え方はただごとじゃない。善蔵さん、僕ちょっと出かけてきます。どちらへ。あまりにも不可解なことが起きてしまって、ちょっと外で頭を冷やしてきます。それに善蔵さんにも落ち着くための時間が必要ですよね。お心遣いありがとうございます。ではお気をつけて。とりあえず崖へ来てしまったけど、これからどうしようかな。思い出せていない自分のことはまだまだいろいろありそうだけど、このままここにいても仕方ないかな。特に当てはないけど、天地さんに会いに行ってみよう。どこかにお出かけですか。いや、君か。ちょうど出かけようとしていたんだ。あ、そうなんですか。じゃあ僕もこれで。いや、急いでるわけじゃないんだ。少し話をするくらいなら構わないよ。上がっていってくれ。いいんですか。困ったことがあったんだろう。約束通り何でも相談してくれ。ありがとうございます。どうだい、お守りのことは分かったかい。いや、それが誰も知らないって言うんです。そうか。じゃあきっと君の個人的なことなんだろうね。まだ記憶が完全じゃないわけだ。君の記憶が戻ることを心から祈ってるよ。ちょうどよかったよ。僕も出かける前に君に会っておきたいと思っていたんだ。実は仕事の都合でしばらく留守にするんだ。そうなんですか。まあ僕がいてもいなくても君にはあまり関係ないだろうけど、訪ねてきてもらって留守なのも申し訳なくて伝えておきたかったんだ。そんな、天地さんにはお世話になってばかりでありがとうございます。天地さんだ、僕をだ。
僕の記憶戻るんでしょうか。大丈夫さ、少しずつだけど戻っては来ているんだろう。君の記憶がすっかり戻れば僕だって嬉しいよ。事件も大変だろうけど、自分のことをおろそかにしないようにね。君の記憶が戻ることを心から祈ってるよ。僕は確かにお守りって言ったんですか？うん、君は確かにお守りと言っていたよ。聞き間違いじゃないと思うな。おっと、そろそろ出かけないと。いいかな？はい、お邪魔してしまってすみませんでした。失礼します。戻ったらまた会おう。そっか、天地さんはしばらくいなくなるんだ。それも元心さん、こんにちは。おお、来たかね。これからはできる限り協力させてもらうからの。ありがとうございます。この手鏡は菊さんの棺の中に入れたものだと聞きましたが。おお、そういえば確かにわしも茜が菊さんの懐に入れたのを覚えとる。あんなところに落ちとるはずなど。村人たちが勝手に墓を暴くのではないかとヒヤヒヤしておるんじゃ。菊さんの眠りを妨げるなど、それこそ恨まれることがわからんのか。ん？なんじゃ？特に変わったところはないな。それはならん。墓を暴くなど持ってのほかじゃ。でもあの手鏡は確かに菊さんと一緒に埋めたってさっき元心さんも言ったじゃないですか。おかしいと思いませんか？確かに。いや、やはりそれだけはできん相談なんじゃ。まだ村の人たちが集まっている。わしらは見たんじゃ。見間違いなんかじゃねえだ。あんたもうやめなされ。林代家に関わるのは。まだ林代家は呪われとるだ。たくさんの人の恨みつらみで大きくなった家じゃから。あんたも聞いたことがあるじゃろう。林代家のせいで自殺した家族の話を。この手鏡なんですが。それは林代家の紋章。
するとその手鏡は、あー、きっとキクさんのものじゃ。恐ろしや。一斉に逃げてしまった。あなたは逃げないんですね。仕方ないでしょ、仕事中だもの。私だって怖いですよ。とほほ。やめてくださいよ。こっちの身にもなってください。ゲシュさん、こんにちは。おお、あんたかね。ユリにはカズトという弟がおった。しかしキクさんがカズトさんたち親子を追い出してしまったそうですが。確かにな。じゃがキクさんはそのことを心から悔やんでおった。自分はどうかしておったとな。ユリさんとカズトさんはとても仲が良かったと聞いていますが。そうじゃ、ユリがおったらあの親子が屋敷を出ることもなかったかもしれん。あの親子が怪しろ家を出たのはユリが屋敷を出た翌年ぐらいのことじゃった。まだ十四五の息子を連れたあの母親はさぞ苦労したことじゃろう。あの親子はキクさんを恨んどったかもしれん。無理もない話じゃが。カズトさんたち以外に怪しろ家に恨みを抱くような人に心当たりはありませんか。自殺した家族がいたそうですが。キクさんはもう十分に旦那の罪滅ぼしをしたはずじゃ。まだキクさんも浮かばれんことじゃの。わしが知っていることはこんなもんじゃ。ちっとは役に立ちそうかの。ええ、ありがとうございました。おや、またあんたか。さてはあのべっぴんさんに会おうと思ってきたな。残念じゃが今日はまだ来とらんぞ。まだ来てない。逆に言えば来るかもしれないのか。今日ユキコさんはまだここに来ていないんですね。そうじゃが。ほう、あん人はユキコっちゅんか。綺麗な名前。昔聞いたような名前じゃが。なんじゃそれ。わしは知らん。あの娘さんに会いたいんじゃろう。彼女のことでわしはいいことに気づいたんじゃぞ。いいこと？おお、この男前は、なんじゃ、わしじゃないか。
なんじゃそれ。わしは知らん。いいことって何ですか。それはの秘密じゃ。秘密じゃ。なんて言わないで教えてくださいよ平吉さん。何度聞いても秘密じゃ。本当はユキコさん近くにいるんじゃないですか。ユキコさん、呼べど叫べど彼女はおらん。ユキコさん、なかなかしぶとい男じゃの。努力に免じてわしの秘密を教えてやる。というと思うたら大間違いじゃ。うひょひょひょ。人に物を聞くときは気分よくさせるもんじゃぞ。男前の平吉さん。お、なかなか正直なやつ。仕方ない、教えてやるか。あの娘さんがここへ来るのはだいたい5時くらいじゃから、その頃に来れば多分会えるぞ。ありがとうございます。家庭はともかく重要な情報が手に入った。5時頃ここに来てみよう。善蔵さん、少しは落ち着いたかな。お待ちしておりました。どうしたんですか。ユリ様の幼馴染のご婦人がお見えです。本当ですか。わかりました、すぐあります。それではこちらにどうぞ。大西様、探偵の方がお戻りになりました。お待たせしてしまい申し訳ありません。宇津木探偵事務所の者です。はじめまして、大西勝子と申します。ユリのご実家が今大変なことになっていることを知り、先ほどご連絡を差し上げた際に善蔵さんからあなたのことを伺いました。少しでも何かのお役に立てればと思い、取るものもとりあえず参りました。ありがとうございます。こちらへはよく遊びに伺ったものです。そのお宅がご不幸続きだと知り、とても心が痛みます。ユリさんについて聞かせていただけますか。ユリとは小さい頃から親しくしておりましたが、彼女は私に何の相談もなくこちらの家から出て行ってしまいました。きっと私に心配をかけまいとしたのでしょう。ユリらしいです。その後間もなくしてユリから一枚のハガキが届きました。ユリ様からハガキが。いえ、すみません。そのハガキをお借りできませんか。
今手元にございませんので後日お届けいたします。その代わりこれをお持ちしました。大西さんは古びた写真を差し出した。とても美しい当時のユリの写真です。お持ちください。ありがとうございます。お預かりします。カズトさんはユリを心から慕っていました。ユリもカズトさんのことをまるで本当の弟のように可愛がっていましたね。当時のユリの写真です。お持ちください。あ、ごめんなさい。何のことか。この人ですが見たことはありませんか？知らない方ですね。お守りですか？何のことか分かりかねますが。はがきをもらった当時、ユリは八塚町という町に住んでいたようです。苦労もあったようですが、駆け落ちした方と幸せに暮らしていたようで、私も喜んでいました。八塚町、そこにユリさんはいるのか。私からお話しできることはこのくらいですが、お役に立ちますでしょうか。はい、ご協力ありがとうございました。私もユリのことはいつも気にかけておりましたので、今も幸せに暮らしていると良いのですが。すいません。ご婦人には日が暮れる前にお引き取り願った方が。そろそろご自宅までお送りしようと思っていたところでして。あ、日が暮れる前に。あ、今何時でしょうか。そろそろ5時になる頃です。しまった、急がないと。あ、大西さん、わざわざありがとうございました。お役に立てましたでしょうか。はがきは明日にでもお届けいたします。では失礼します。ユキコさん。あら、あなたは。実はあの後の調査でカズトさんは綾代家の方だと分かったんです。やはりそうだったのね。事件との関わりについては何も分かっていませんが、綾代家の関係者に間違いありませんので、カズトさんの情報が必要なんです。あ、ユキコさんにしか知り得ないことがきっとあるんじゃないかと思って、もう一度ユキコさんにお会いしたいと考えていました。カズトさんについて話してもらえることはもうないでしょうか。分かったわ。そうね、この間言ったわね、カズトが法律の勉強をするために行ってしまったってこと。そのきっかけとなったのはある人から受け取った一通の手紙だったらしいわ。
詳しく。その手紙を読んだ彼は強く法律の矛盾を感じたと言っていたわ。そしてお母様が亡くなられると彼はすぐに町を出て行ったの。手紙？一体誰からの？ごめんなさい、前にも言ったけれど何もわからないわ。ごめんなさい、前にも言ったけれど何もわからないわ。ユリさんというのはカズトさんのお姉さんなんです。お姉さんがいらっしゃったの？知らなかったわ。綺麗な人ね。どなたかしら？この人は怪しろゆりさんです。そう、この方がカズトのお姉さんなのね。他にカズトさんのことで何かありませんか？そういえばカズトは自分の家のことを話そうとしなかったわ。きっと話したくない事情があったのね。あ、私そろそろ行かなくっちゃ。今日も彼に会えなかったけど。それじゃあさようなら。カズトさんが家を出るきっかけとなった手紙、そしてそこから感じた法律の矛盾って一体何だったんだろう。八塚町にユリさんの手がかりがありそうだ。すぐに行ってみよう。お尋ねしますが。すまない、今急いでいるんだ。それに僕はこの土地のものじゃないんだ。失礼。はい、何か？この女性を見たことはありませんか？いえ、知りませんね。それって今よみがえり殺人で話題の怪しろ家のことでしょ？でも死んだ人がよみがえるなんてありえるのかしら？そのキクっておばあさんがよみがえったって本当？八代ゆりという名前を聞いたことはありませんか？知りませんね。知りませんね。知りませんね。駄菓子屋のおばあちゃんならこの町の大抵のことを知っているはずです。読んできてあげましょう。ちょっと待っててくださいね。わざわざありがとうございます。なんか用ですかいの？この女性がゆりさんなんですが知りませんか？見たことあるような。最近物忘れがひどなりましてな。この町も随分様子が変わりましてな。
昔あった家も人もずいぶん少のうなっとりますからな。この町もずいぶん様子が。怪しろゆりという人をご存じないでしょうか。怪しろゆり、怪しろね、なんか聞いたことあるような。この年、それにこの町もずいぶん様子が変わりましてな。昔あった家も人もずいぶん少のうなっとりますからな。そんな一度にいろいろ聞かれたらわけがわからんようになりますな。何でもいいんです。気になること、気がついたことはありませんか。そうですな、最近よう人が訪ねてこられますわ。皆さん同じようなことを聞いて行かれますな。というと僕の他にも誰か。おばあちゃん。へえ、今年で80になります。はいはい。見たことあるような。もうこんな時間だ、そろそろ事務所に戻ろう。おばあちゃん、ありがとうございました。毎度おおきに。お帰りなさい。何か分かったの？いろいろとね。あゆみちゃんはどう？私の調査だけど、アキラと会っていたのはジローじゃなかったわ。そうか。でも40歳手前くらいで紳士風の男性だったということは間違いないみたいよ。それからもう一つ、今怪しろ商事の運営における中心人物は相談役の神田みたいよ。菊さんに幹事さん、そして次郎さんもいなくなって神田弁護士が。ねえ、あなたが調べたことも聞かせてよ。一緒に推理してみましょう。カズトは怪しろ家を恨んでいたのか。そして法律家を目指すきっかけとなった手紙とは。怪しろゆりと怪しろカズト、この兄弟の足跡をたどってみることが事件解決につながるんじゃないかしら。大西さんからハガキを受け取ればゆりさんの詳しい住所がわかるはずだ。わかり次第。あ、そうそう、借りてた免許証返しておくね。調べてくれてありがとう。ありがとうだなんて水臭いわね。それに、そうだね、今日はあちこち行き来してすっかりクタクタだ。ゆっくり休んで明日に備えよう。